まあ、今回で3回目の世界選手権、だったんですけど、まあ、結果から言うと全て予選リーグで敗退という結果はすごいやっぱり残念で、まあ、この前のアジアカップではやっぱりいい結果が残せたので、やっぱその勢いのままに、今回の世界選手権でまずは予選リーグ突破というところを目標に決勝トーナメントに行くっていうところが最低限の目標だったと自分の中で思ってたので、やっぱりそこに届かなかったっていうのはすごい悔しいです。ただ、まあ、内容的に、そうですね、まあ、インドネシア戦での勝利はまあでも同じアジア勢なので、そこは勝たないといけないっていう試合だったんですけど、やっぱりポーランド、エストニア、スロベニア、やっぱそのヨーロッパの強豪に対して、まあ、前に比べてできる部分がすごく見えたのかなとも思うし、やっぱりまだ足りない部分がすごい浮き彫りになったなと、まあ、良かった部分と悪かった部分と反省しなきゃいけない部分、もっと改善できる部分がすごい浮き彫りになった大会でした。まあ、今大会で言うとやっぱサイズで劣る自分たちはやっぱ10分間常にやっぱファイトし続けなければ勝機は見えてこないと思うので、まあ、特にエストニア戦だったりとかスロベニア戦、やっぱ途中でこっちが失速するような場面っていうのは絶対に、ありえないというか、やっぱり最後のポーランド戦みたいにやっぱり離されても最後まで運動量を保って、ファイトし続ける、タフに戦うっていう部分が本当にまずは最低限で、その中でやっぱその精度の高いプレーをする、いい判断をする、効率よくしっかりシュートを決めるっていうところが今後の日本の鍵になってくるのかなと思います。本当に長く、関わらせてもらっているっていうことは本当に光栄なことですけど、やっぱり結果が常に求められると思うので、やっぱり日の丸を背負うからにはやっぱりその結果にこだわって、しっかり成果を出していかないと、その個人的な目標であるオリンピックとか、まあ、その次に、まあ、次に選ばれるかどうかもやっぱり分からないですし、やっぱ一個一個今自分にできることを本当に全力で取り組むってことが、自分の目標にとってどんどん近道になっていくのかなと思います。